こんにちは、サクサク創作パンダです。今回はペットボトルの蓋を使った立体のブドウと平面のブドウの作り方をご紹介したいと思います。ペットボトルの蓋に貼り付けるブドウの草を作っていきます。15センチ四方の折り紙を4つ折りにします。白い面の折り紙の上にペットボトルの蓋を置いて丸く形取りします。4つ折りにした折り紙に4つ丸を描きます。ハサミを使ってカットしていきます。切る時のコツは折り紙を回すようにして切ると切りやすいです。葉っぱをフリーハンドで描いていきます。半分に折ります。ブドウの葉っぱを描いたらカットしていきます。切る時のコツは折り紙を回すようにして切っていきましょう。葉っぱが完成しました。次は葉の軸を作っていきます。半分に折ります。つけた折り筋で半分に切ります。半分に折ります。一度開いてからつけた折り筋に合わせて縁を折り筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。縁と縁を合わせて半分に折ったら完成です。準備するものです。ペットボトルの蓋でブドウを作っていきましょう。両面テープをだいたいペットボトルの蓋の直径ぐらいの長さに切ります。ペットボトルの両脇に両面テープを貼っていきますので半分に切って貼ります。同じように他のペットボトルの蓋にも両面テープを貼り合わせます。折り紙をペットボトルの蓋に貼り合わせていきます。他の蓋も同様にして貼り合わせていきます。ペットボトルの蓋が6個と2個加えて8個のブドウも作ってみました。どちらかお好きな方を作ってみてください。ブドウのつるを作っていきます。15センチ四方の折り紙を8等分にした細長い紙を使います。
細長い紙と糊と竹串を使いますのでご準備ください。端から斜めに竹串で巻いていきます。糊をつけて留めます。竹串で巻いてコイル状にします。軸を貼り合わせるために両面テープが貼ってあります。軸の隙間にツルを貼り付けます。ペットボトルの蓋で作った立体のぶどうです。蓋の白い部分を紫のクレヨンで塗っていきます。木工用ボンドを塗って台紙に貼り合わせます。施設に合った折り紙の折り方や高齢者、レクリエーションなどのレクをご紹介しております。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。